立憲民主党スキャンダル発覚強制挨拶で被害届週刊文春によりますと立憲民主党の重徳和彦さんが車の中で女性を無理やり抱き寄せ服の中に手を入れて胸を触ったなどとして強制わいせつの容疑で愛知県警が被害届を受理したことが明らかになりました週刊文春の取材に対し重徳さんは女性と車に同乗したのは事実です しかし、わしか行為は一切していません。警察が捜査をしていることは聞いていますなどと主張されておられますがこちら、当時、重徳さんは酒に酔っていたと、まあ、酔っ払っていたとされておりますけれども、まあ、現状、自民党の政治と金の問題について、まあまり世間的に盛り上がっていない中で立憲民主党側が格好のネタをマスコミに提供した形になってしまいました。 重徳さんにはまずは警察の捜査に協力していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。